雪降ってるじゃない。寒いと思ったわ。ブリザラード王国に寒くなった原因を聞いてこいって命令です。この動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。おばんです。デブトナカイです。前回の続きです。このハゲーがアイス爆弾を完成させたそうです。ホープ王国に行けだって。ブリザラードに行くには船出さないと無理みたいですな。船長に火種を持ってこいって言われました。火山に火種があるようですな。しかもマグマを凍らせないと無理だそうです。このハゲーから爆弾をもらいましょう。あら、雪降ってるじゃない。寒いと思ったわ。行くぞー、てってってでででカーン。カール・アウグスト・ナイトハルトの全体防御はドラクエの仁王立ちみたいな味方のダメージを全て受ける技です。マージにはバリアを張らせましょう。バリアがある間はカール・アウグスト・ナイトハルトも攻撃参加しましょう。バリアを使うので魔法攻撃は使わない方が良いと思います。マージは攻撃魔法を使わないのでマジックパワー切れを気にせずにバリアを使います。
相手のゴールにシュート！行くぞ！カーン。カール・アウグスト・ナイト・ハルド。破天待望よ。マージはバリアですな。カール・アウグスト・ナイト・ハルド。ハバリアがある間は攻撃参加しましょう。タコはバリアを張るのでマージは攻撃参加は控えましょう。ちなみに裏技を一つ、カール・アウグスト・ナイト・ハルドの全体防御でムプ切れの表示を出してから攻撃して、出た！カール・アウグスト・ナイト・ハルドのマジックパワーが500になっています。まるで意味がわからんぞ。カール・アウグスト・ナイト・ハルド。は無限に全体防御ができることになりますな。
手のゴールにシュート。まるで意味がわからんぞ。今ここで証明しろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。